かさ、そうめっちゃ言いたかった、あのさ実況解説、実況のさ田中さんめちゃくちゃ良かったよね。良かったです、上からか、すごい素敵だった、プロすげーってなった。なんかたくさん調べてくださったんだろうなってすごい感動したんだよな。あだってさ、私がさ1塁から2塁に行った時かな、2塁から3塁ちょっと分かんないんだけど、その時になんか発信しますとか言っててさ、はぁー田中さん引き出しが多すぎるってと思ってさ、いやびっくりしちゃったよ本当。さあ行こう、まず走ろっかね。ねえ、走れもしますからね。走れるかな。盗塁の可能性も十分考えられます。二塁に向かって発進するか。もう感動したよあれ、すげえ。私鳥肌立ったもん、すごいプロだプロみたいな、めっちゃ声でかくなっちゃった。元の甲子園みたいにガチガチはしてないみたいなところにプロの方が入ったらすごいガチガチななんか甲子園になるんじゃないんかなってちょっと思ってたんだけど、やっぱその温度感とかがさ違ったりとかすると思うから、もうそれももう難なく全てが完璧だったよな。すプロってすげーって思った。硬すぎず、でもなんか実況の形はしっかり残してみたいなさ、すマジプロの何所業だったよな。あ雨上がった、いやマジすごかった。